日本大学日本大学生物資源科学部、大学院生物資源科学研究科及び、獣医学研究科日本大学生物資源科学部は、生物資源を教育、研究する日本大学の学部である。また、獣医学研究科、生物資源科学研究科は、獣医学や生物資源の理論及び応用を教育、研究する、大学院の研究科である。略称は、日大資源。 湘南キャンパス日本大学生物資源科学部は、日本大学農学部と東京十一区産大学の合併により誕生した日本大学農獣医学部を前身とする。また、教育目標は、環境科学、生命科学、資源生産科学の三つの柱を掲げ、自然と生物の共生を意識した高度な教育、研究を行っている。湘南キャンパスは、 東京ドーム12個分の広さを誇り、緑豊かな環境に恵まれている。キャンパス内には、本館、教育棟、図書館、食堂、グラウンド、テニスコート、体育館をはじめ、農場や演習林、動物病院、博物館、各種実習場、各種研究センター、各種実験センターがある。また、キャンパス外には、水上演習林、下田林海実験所、 富士自然教育センターがある。生物資源科学部では、以下の事例に見られるように、生物資源の利用、生産、環境科学、生命科学の分野での研究が進められている。アニマルメディカルセンター1937年に、日本大学は専門部卓食科を設置した。1943年5月には、農学科と農業経済学科からなる。 農学部を設置した。一方、1907年に設立された東京獣医学校は戦後新生の東京獣医区産大学となり、1951年には日本大学と合併する。翌1952年には日本大学農学部に獣医学科を設置し、日本大学農獣医学部と解消する。その後、学科の増設や名称変更を経て、 1996年に大幅な学部改装を実行して、現在の日本大学生物資源科学部となる。毎年10月下旬に富士桜祭りが2日間開催される。学生によるフリーマーケット、野菜の叩たたき売り、アーティストのコンサート、花火大会、ミスミスター日大湘南コンテストなどが企画され、多くの来場者で賑わっている。湘南キャンパス。 神奈川県藤沢市加盟の1866農場。http://hp.brs.nihon-u.ac.jp: 教務課 1: ffarm summer html 生物資源科学フィールド実習。 http://hp.brs.nihon-u.ac.jp スラッシュ教務課1 F ファームウィンター HTML 2015年11月20日閲覧湘南キャンパスナイト田地区にある水上演習林生物資源科学フィールド実習 http://hp.brs.nihon-u.ac.jp スラッシュ教務課1 f みなかみ html 2015年11月20日図覧群馬県谷川学習編下田臨海実験所生物資源科学フィールド実習 http://hp.brs.nihon-u.ac.jp スラッシュ教務課1。F 下田 HTML 2015年11月20日図覧。伊豆半島の最南端に位置する。富士自然教育センター。生物資源科学フィールド実習。 http://hp.brs.nihon-u.ac.jp スラッシュ教務課1 <startup> <agile> F <fr isk> <infection> フフネク HTML 2015年11月20回図覧富士箱根ゆず国立公園内研究活動紹介 http://www.brs.nihon-u.ac.jp コロンススララッッシシュュスラッシュサーチスラッシュサーチアクティビティズ HTML 2015年11月20日閲覧。日本大学百年史、第2巻、814ページ、学部の歴史。 http://www.brs.nihon-u.ac.jp://about/history.html2015 年11月20日閲覧。ありがとうございます。